皆様、こんにちは。今日は2021年10月23日土曜日です。今日のテーマですが、リ・ユン・ディから見て中国の鉄拳です。中国の鉄の剣に叩かれるとこうなりますよという意味です。リーウィンディ・ユン・ディ・リー、日本にも、えーまあ、出演しました。えー、2000年、 ショバン国際ピアノコンクールで優勝しました。そしてテレビ朝日にも出ています。そして彼は日本で全国ツアーを行っていました。これは2000年にもありました。2014年、16年にもありました。 えー、そして日本のファンの皆さん、こんにちは、ユンディです。今、ピッキーにいますが、もうすぐ日本に行き、日本で全国ツアーを行いますよと、テレビ朝日で結構あの放送されていました。テレビ朝日との付き合いは結構深いです。えー、ピッキーの公安局ですが、21日、彼を逮捕しました。徴用公安局の発表では、我々は通報を受けました。ある団地で売春、 会春があると、我々は調査をしました。調査した結果、売春というのは体を打った方ですね。犯罪者、チン、米印、フイ、女、29歳です。会春、まあ、体を買った犯罪者のことですが、リー、米印、ディ、男性、39歳です。二人を逮捕しました。今、二人は罪を認めている。現在、逮捕をしている。 この発表を受けて、約十数秒後ですね。人民日報のネットでのホームページですが、更新されました。ピアノ王子様、会春、白か黒か一目瞭然です。汚い人間はピアノの、ピアノを弾く資格はなし。ユンディ・リーは逮捕だと、大文字で表示されています。テーマです。内容というのは、どの色であっても、黄色はダメですよと。 この黄色っていうのは中国ではですね、黄色ダメですよというのは、黄色で逮捕しましたというのはですね、風俗の色なんです。中国は基本、あの風俗は禁止ですので。そして、少しでも汚い点があると、曲の、まあ、楽譜ですね、汚すことになります。せっかく芸術家になった。これから芸術の道は終了となる。教訓を 肝に銘じることユンディ・リーは自分の行動をよく反省することを期待する。まだ今後第二のユンディ・リーが現れないように願いますと。公安局はユンディ・リーをあの、まあ、逮捕しましたと。人民日報ははっきりと、えー、リ・ウィンディというふうに伝えました。公安局はリ・コメチルシ・ィです。人民日報は はっきりとリウィンディと言います。つまり名前も正々堂々と発表しました。次ですが、中央テレビの番です。それはもう欠かせないです。順番です。ジュンディ・リーは神様ではない、自業自得ですとテーマにしています。顔が良い、予報しても良いではない。芸術を持っている人材だからといって罰にならないことはない。 ピアノの王子様ユンディ・リーは逮捕されました。国家の法律を無視にして違法な行為をするスターや有名人に対して自分が影響力を持っていると思っている人たちに対して警告を出している。法律を守るのは人間の最低限のラインです。このラインを破ると国家の法律に挑戦する道徳を無視する 生きてていいいいけないよ、とううふうに言っています。つまり、ユンディ・リーは逮捕されて、中央テレビ、人民日報、二つの鉄拳ですね。左パンチ、右パンチ。このパンチをユンディ・リーに向かってパンチをしました。結果が出ました。音楽,音楽家協会というのがありますので、ユンディ・リーの資格を無効にします。永遠に音楽の協会から排除すると。つまり、 名誉はのもうないんです。中国の演出業界の協会がありますので、ユンディ・リーが所属する事務所に対して教育指導を行いました。ユンディ・リーをもう首にすることです。つまり、ユンディ・リーはこれから出演はできない。テレビ、ネットでは消えることになると思います。簡単に言えば、これからユンディ・リーは 名誉はなくなります。収入源も遮断されてしまいます。もう来てしまいます。なので、収入もなくなって、名誉もなくなって、消えることになってしまうでしょう。これが中国政府の権力なんです。鉄拳で振り回っているんですよ。鉄拳に叩かれると人生が終わりです。ユンディリーだけではないんです。どんな人であっても、中国政府の前にいると小さくて弱いんですよ。 みんな個人個人です。中国政府は組織です。中国共産党は自分の人間に対しても同じなんです。非常に強いんです。もう怖いんです。当時、毛沢東は党の出席。国家の出席はまあ、総理ですが、劉少期でした。毛沢東の横にいて、二人ですね。一人は党です。一人は国家です。非常にいいイメージです。その後、 劉少期は、もうみんなに挨拶もしました。非常にいい総理でした。でもですね、文化大革命ありました。みんなに叩かれました。みんな手元に持っているのは、以前の動画で話をしましたが、毛沢東五六5、6ノートーです。このノートには、毛沢東が書いている、書かれている言葉ですね、記録されています。このノートーですね、自分のポケット、大体ですね、一番心臓に近いポケット、 左上の胸のポケットに収納します。守ってくれますと。この,この行動で総理を叩かれ戦っていました。悪者ですよとあなたは。あなたは悪者ですよ。毎日毎日やってきます。最後、総理は病気となってまともな治療も受けずに最後はもう合死しました。もう体がボロボロになってガリガリで痩せて、まあ、死りましたね。また、北徳海っていう 国防長官、毛う二の横に行ってずっと戦ってきましたと中国、えー、政府として中国の共産党政府を立ち上げた人の一人です。この方はこのような将軍様と言われていたんですが非常に、まあ、国防長官ですのででも最後はですね、文化大国目でこのような形で人生が終わりました。もうガリガリ痩せてですね、毎日叩かれていました。 これが中国幹部の最後なんですよ。で、大体ですね、このような形参加された方々ですが、大体高校生とか大学生は非常に多かったんですよ。もう文化大国命で,ですので。つまり当時の中国の文化大国名というのは中国共産党の幹部を えま標的にししてて戦っていましたそしてあ、まあ、その後もですね学校の先生もそうですしいろんな人が、えー、病院の先生もそうですしいろんな被害者が出ていましたでこのような運動に参加された方々っていうのは当時の高校生と大学生の方が多かったんですね、まあ、20代20歳 が非常に多かったんですね。このことは1975年前後に起きていたんですので、まあ、当時ですね20歳でしたら今はまあ45年45年46年前後の話ですので45年後の今になってみんな60代70代になってきていますでこれが中国の社会が今の状態なんですなので中国の広場でダンスを踊っていたりとか えー、政府をあの素晴らしいとか言っている方は当時ここに座っていると思ってほしいです。まあ、それからですね、話に戻りますが、4DD、まあの相手の写真ですね、まあ、つまり、賠、ま、償、あ、ですね、の女性の写真も公開されています。で、これがですね、中国ではその賠償とか解償とかであって、まあ、基本ですね、女性の 公開すするんですよなぜか私もおかしいと思います。で、これが男性は大体ですね、写真を公開しないんです。女性ですね、あの体を打ってはいけないよというふうにあの写真を公開するんです。で、男性は、まあ、解消はしますけれども、それが写真を公開あまりしないんですね。これが今、中国の、えー、状態ではあります。その後、ヨンディリ・リーのさっきの女性の 賠償の値段も公開されました。今、中国の国内でも話題となっていますが、聡明な人はこのようなことはしないでしょうと、つまり上の人に嫌われると怖いですよと言います。前の動画でも言いましたが、文化大革命というのは始まっている、あるいは終わっていないんですよ。ずっと継続的にあ、まあ、起きています。習近平は言いました。男性は男性らしく、 男性はお化粧するのは化け物です。そういうふうに言っています。そして、まあそういう男性でも女性でも、例えばおマガの方に対してすごいバカにしていたんですね。これは習近平の考えではあります。例えばこの方、ウィーファンですが、カナダの国籍であって、韓国の芸能人事務所に入って所得されて、そして中国で芸能人活動をしています。 で、この間、やはり逮捕されました。同じく、改修という罪ではあります。で、彼のことも、男性らしくない、というふうに言っていました。それから、習近平は、男性らしくない、俳優を排除すると、これが、中国政府として指導しています。これで見るのは、習近平は、多分、男性らしくない男は嫌いでしょうと、私は思います。まあ、彼の顔を見たらわかりますが、 独裁的な社会というのは、唯一のスターというのは、独裁者だけなんです。独裁者以外に目立つ人を排除するのが普通なんです。中国政府、今やっていることですが、俳優、芸能人、影響力の持っている方、みんなの行動を管理する、等の言うことを聞くよという意味です。そして、中国政府は人を逮捕する理由というのは、大体ですね、改心、 賠償が多いんですよこれはとても簡単ですので証拠もなくていいんですので公開しなくていいんですそして今回はこのリ・ユン・ディ・まあ、ユンディリーの証拠というのは、まあ、逮捕するというのはビッグデータなんですで2人は会いましたそして通信そのメッセージ値段交渉、えー、そういうふうに まあ、そういう技術手の手段で使って二人を逮捕しましたというふうに発表されています。でも、証拠はありません。まあ、こういうことをやって、まあ、とにかく二人は認めました。そういう簡単な説明ではあります。証拠とか、本人の説明とか、一切公開されていないんです。今の状態ではこれなんです。また、聖火大学の教授先生、法律家ではあります。政府を批判しました。が、 賠償であの逮で逮捕されました。カイで逮捕されました。ジョンディリーというのは、カ、ま、イ、あ、したかどうか分かりません。問題というのは、名前を公開したのはどうかと思います。有名人だから公開したでしょうか。さっき言いましたが、女性というのは、大体名前も公開しないですが、でも顔、まあ、半分ぐらいは公開する。これもおかしいんですが、他の方も 売春、買春で逮捕されて、みんなの名前公開したわけではないんです。原因というのは、中国政府、道徳で世論、社会を統治する道具にしたいんです。道徳を工具にしたいんです。共産主義というのは、中国でみんな信じていないんです。共産主義を実現すると、中国政府はずっと言っています。でも、実現できないと、我々はみんな思っています。 でもそれでも政府は諦めないんですよ。みんな信じない原因というのはやはり文化大学名ありました。みんな食べ物がなくなったんです。貧困になっていました。これで共産主義は絶対に実現できないと思うようになりました。それでは社会主義を今批判していますので中国政府。共産主義を実現するとも言っています。 でも国民は実現できないとはしています。なので、この無常な関係、無常な社会となっています。何を信じればいいのかわからないですね。そして、宗教はあってはいけません。そういうのが中国の現状ではあります。なので、何を信じればいいのかわからないです。でも外国では、あの、講師、学院作っています。講師の文化を宣伝しています。でも中部では、 孔子、あまり人気ないんです。なぜなら、孔子自体は私は批判するわけではないんです。なぜなら、孔子のお寺とか、文化大革命で全て、ま、崩壊されました。もうないんです。実際的に。今あるのは全て復元したものなんですよ。そしてもうたことは、孔子のことを化け物というふうに言っていました。悪魔、そういうふうに表現されていました。 なので、当時は、孔子であっても、中国の歴史的な人物であっても、みんな否定したんです。新しい歴史を作ると思ったことが言っていましたので。なので、今の社会に、まだ孔子が出てきたとしても、みんな納得しないんです。当時は否定しました。でも、今は信じましょうと。言われても、みんな、おかしいって思っています。みんな、信じません。でこれが、中国の今の社会の問題ではあります。つまり、 資本主義を批判しています。良くないと言っています。でも、共産主義は実現はできていない。まあ、できないとみんな思っています。何を信じればいいのか、どう歩くのか、みんなわかっていないんです。ここで、習近平は三つの方法で、ある意味ですが、共産主義を救出作戦を立てていました。一つは愛国主義。二、伝統的な文化。三、今の,の道徳です。つまり、 ユン・ディ・リーであっても、男性ですが、例えば男性らしくない方であっても、政府はずっと批判にしていますので、現在、道徳の枠を作ろうとしています。中央テレビ、さっき言いましたが、国家の法律に挑発する、道徳を無視する、生きていけないよと言っていました。本来であれば、法律に違反しました。法律で裁く、法廷の裁判官が決めますね。 でも中国では逮捕されてすぐに公開する。容疑者ではない。犯罪者だと指定されてしまいます。裁判官、通らないです。この、これが問題なんですよ。道徳を無視する。あるいは国家の法律に違反しました。生きていけないとはいけません。とは限りませんよ。普通に。刑務所に入れられたりとか。そういう行動は、ます、罰ですね。受けることはできます。 ありえます。でも、生きていけないことはないと思います。宗教の道徳というのは、民族主義、愛国主義、伝統的な文化。伝統的な文化。まあ、習近平はよく言います。我々は、自信を持つことが大事です。一つは、歴史に自信を持つ。まあ、これは嘘の歴史ですが、習近平が作った歴史に自信を持しましょうという意味です。おかしいです。国を愛しましょうと。 そして伝統伝統に、伝統的な文化に対して自信を持つ。そういうふうに言っていました。伝統的な文化というのは、漢方薬とか、あるいは今流行っている漢服と言います。漢民族の服と言います。まあ、私からにすれば、まあ、コスプレぐらいのレベルですね。気持ちもないの,ないのに。特に、このような服を着てですね、下に普通にナイキとかアディダスとかアシクスの スニーカーが履いているんですよ。非常に多いんですよ。これが。上にはこのような服着てて、下のスニーカーを見て、もう一瞬ですね、バレてしまいます。コスプレでもちゃんとできていないと。そして、文化、好きだと言いながら、靴、足元を見れば、一瞬でバレてしまいます。例えば靴下であっても。<laughs> この上がこの服装で、下はナイキの靴下でしたら、おかしいんですよ。 これ私がこれ見てですね、いつも笑ってしまいますけどね。<laughs> であの、笑ってしまいましたが、まあ別に笑うつもりはないんですが。で、中国政府自身ですが、自分自身、政権そのものが道徳はないんです。でも、道徳で国民を管理したいと思っているんですね。道徳のない政府が国民に道徳を教育するのはおかしいですし、できないと思います。 教育すると余計におかしくなってしまうんです。法律も同じなんですが、中共自体が違法な政府ではあります。でも国民に対して法律を守れようと言います。中共の鉄拳の前にいるとみんなは弱いんです。みんな小さいんです。4ンディ・リーというのは、あるいは有名人というのは反対したかどうかは私はわかりません。良い人。 悪い人、評価はできないんです。なぜなら、中国というのは人権のない社会で平等公平ではないんです。つまり、透明度がないんですね。なので、四ンリリであっても、有名人であっても、みんな自分の権利というのは守られていないんです。弁護士を雇おうとしてもできないんです。政府が強いんですよ。なので、平等公平ではないから、私は 判断することはできないんです。少なくても、ユンディ・リーの弁護士からその言い訳、あるいは、まあそういう答弁ですね、聞きたいんです。それもできない、発信もできない状態ですので、私はもう信じることはないというふうに思います。中国では、この韓,韓服といいますが、漢民族の服と言われていますけれども、 まあそもそも、漢民族の服、漢民族かどうか私はわかりませんけれども、これがですね、あの日本の真似をしようとしてるんですね。あるいは韓国の真似をしてしようとしてるんですが、まあ日本の着物とか、結構今でもお正月とか普通に成人式とか着る男の子、女の子いらっしゃいますけれども、中国ではそういう今までの服というのはなかったんですよ。 で、急に習近平が登場してから、中国の文化を強くしようと、みんなも自信を持しましょうというスローガンが出てきまして、このような服ですね流行って、流行るようになってきました。今まででしたら、チャイナドレスでしたね。あれはまたおかしいと思います。チャイナドレスというのは、まあ、昔モンゴル族ですので、それから、まあ、上海の都会になってきて、 で流行っていましたがチャイナドレスというのはそもそもモンゴル族、モンゴルの服装なんですね。モンゴルの女性は馬乗りますので、で、ここにスカートのところに線を入れていました。ここ切らないと馬乗れませんので、なので結構高く位置で線を切っていたんですね。線を切って、当然ですが当時は中にもズボンとか履きますので馬乗りますので。でも今の時代のなっなてきて、 まあそういう、シャナドヤスになってきました。で、このような服というのは、もう完全に、あのー、コスプレレレベルなんです。もう文化ではないんです。コスプレーなんですよ。で、コスプレーであっても、さっき言いましたが、足元を見れば一瞬でバレてしまいますね。そして、手元に持っているカバンとか、このような服装を持っていて、まだナイキのね、カバン持ってたら、 お,おかしいではないかと思い,思います。そして、このような服装には合わないというふうに思います。なので、中古では、こういう、まあ、マネとか、コスプレとか、マネするというか、その服装を着てる子は非常に多いんですが、どれを見てても、あの、あの、これは合わないでしょうっていうのが気持ちありますね。 そして見てしまうと絶対笑う,笑うようになりますので、まあ笑い、笑う気はないんですが、笑ってしまうとおかしいでしょう、合わないでしょうと思います、えー。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。